ロベール一世は、ノルマンディー公。華やかな衣装を好んだことから、カレー公、あるいは、兄を暗殺したという疑いから、悪魔公と呼ばれる。また、先祖であるロロがロベールと改名しているため、代数が繰り下がって稀に、ロベール二世と称される場合もある。ノルマンディー公リシャール二世とその妻で、ブルターニュ公コナン一世の娘、ジュディットの子。 イングランド王エゼルレッド2世と、北海帝国のオークヌーズ大王のヒエマはおばにあたる。1027年、父が死去して、兄のリシャール3世が行為を継いだとき、ロベールは、イエモはクとなっていた。リシャール3世はわずか1年後に死去するが、これはロベールによる暗殺ではないかと強く疑われた。ロベール1世のあだ名の一つ。 悪魔公はこれに由来し、しばしば伝説の悪魔ロベールと同一視されてきた。ロベール一世の在位中、フランス王アンリ一世は弟、ロベールや母公コンスタンスに反乱を起こされていた。ロベール一世はアンリ一世を支援し、皇賞としてベクサンを獲得した。さらに彼はフランドルに干渉し、亡命していた重帝のイングランド王、エドワード・ザンゲ王を支援し、 ノルマンディの修道院を改革した。ロベール一世は愛人、エルエーブとの間に一男一女を設けた。息子、ギオームを後継者に指名した後、ロベール一世はエルサレム巡礼に出発し、戻る途中の1035年7月の1日から3日頃に、二回屋で隠しした。それにより、ギオーム二世がわずか八歳で、行位を継いだ。ジャコモマイアベアの激。 悪魔のロベールは、ロベール一世を主人公としたものである。ロベール一世は、愛人、アルレット・ド・ファレーズとの間に、以下の一難一情を設けた。ありがとうございます。